皆さんこんにちは。今回は、iPod Touch の、電源ボタンが壊れまして、なんか勝手に長押しの状態になってしまったりなど、なんか不具合が出ましたので、アップルに修理に出すことにしました。で、それで、アップルの修理はあれですね、新品とこの修理故障品を交換するという形なので、もうこの機会なんで、せっかくなので、スクラッチテストをやってみようということになりました。で、今回試すのはカッターナイフと、ドライバーですね。あと500円玉と、鍵です。よくありがちなやつなんですけれども、見ていただければと思います。で、もちろんケースとかは何もつけてませんし、普通の iPod Touch ですね。裏面はもう傷だらけですけど。では早速やってみたいと思います。まずカッターナイフからですね。傷が全く見られません。次にドライバーです。これなんかこうなんか擦りつけてても全く傷ついてる感じはしません。すごいですね。これもまた全くもって傷がついていません。次にこの500円玉です。よくお金と一緒に入れておく方はあんまりいないと思いますけど、そういう人のために。これもまた傷がないですね。なんか本当に頑丈です、このディスプレイは。で、最後に鍵です。このようにこれも傷がつきません。傷がありません。では、せっかく時間もあるようなので、裏面の2個ぐらい試してみたいと思います。まずは500円玉ですね。100円玉ですが、あれ？あんまりこれは傷がつきません。なんか分かりにくいようなんですみません。申し訳ありませんが、あんまり傷が見られません。500円玉による傷。カッターナイフ、やってみます。おぉ。分かんないか、これ。全然全く分かんないと思いますが、ここにちゃんと線状の傷がつきました。4本ぐらいですかね。分かんないですね。すいません。ということで、結果としては表面にはこういった金属系はある程度はもう傷がつかず、裏面は鋭いものなら傷がつくということです。見ていただきありがとうございました。以上、iPod Touch のスクラッチテストでした。